はい、本日9月15日週休旅 in 奈良、本日3本目の動画でございますが、ここは奈良電フィールド、ただいま時刻が18時15分ぐらい、まもなく日没っていうね、今絵に映ってるのは、クラブのスタッフやボランティアさんが本日のホーム運営の片付けをどんどん車に運び入れている最中というね、試合が終わってもう1時間15分経ってますけど、まだまだクラブのスタッフさんの仕事はこっからがまだあるんですよっていうのをね、奈良電フィールドの正面から撮っております。はい、私大人参謀長 YouTube チャンネルの旅の記録を昨日14日からずっと撮っておりますということで、試合が JFL の奈良クラブ対テゲバジャロの試合が、3時キックオフで5時ちょっと前に終わって、結果は1-1というドローで、詳しいサッカーの内容とか、に関しては多分週明けイレブンの特集で話すので、そういう話はこの大人参謀長 YouTube チャンネルでは端折ります。で、試合後ですね、テゲバジャーロの監督からお話を聞きました。今日宮崎からね、当然来てて、奈良に来て、宮崎から奈良に来てるんですけど、帰りの多分飛行機の都合だと思うんですけど、普段だったら監督会見出たりしなきゃいけないみたいなのがあるんですけども、事情が事情ですからみたいな感じで、もう試合終了後と同時に皆さんロッカールームにバババッとシャワー浴びて着替えて、30分後の3時半にはこの奈良電を出なければいけないっていうね、これもJFL の宮崎のチームあるあるだと思いますが、その急いで帰らなきゃいけないその監督をね、すいませんって私はずうずうしく止めてですね、まあ5分間ほどお話聞かせてもらって、でその後に、かの有名な、水永翔馬選手というですねフォワード、今テゲバジャロのフォワード水永翔馬選手、かつて、同じ宮崎 JFL ホンダロックの水永翔馬選手の方がインパクトが私にとっては大きいんですけど、かの有名なロック総統が名付けて、私と総統が2人で名付けた、門川町のデルピエロこと水永翔馬選手と、今日水永選手スタメンだったんですけど、試合後久しぶりに会いまして、ちょっと昔話にも先ずつ、テゲバジャロの選手としての水永選手にお話を今日聞きました。しかもこれが3時半に出なきゃいけないというギリギリ間近のね、慌ただしい中を足を止めていただいて、水永選手もニコニコしながら私のお話を聞いてくれて、楽しい思い出その1って感じですね、奈良電のね。でその後はですね、奈良クラブのゴールキーパー、今日試合スタメン出場しているゴールキーパーの藤吉海次郎選手にお話をずっと聞いてました。ついさっきまで、今6時15分っていうのはなぜこんな遅い時間にこの動画撮ってるかというとですね、試合終わってシャワー浴びて一番最後に、選手が一番最後の選手シャワー浴びて出てくるのがゴールキーパーの藤吉選手だったので、藤吉選手待ちで